生徒の皆さんの演奏を聴いていただきありがとうございました。今日のピアノコンサートはご家族ごと入れ替えのコンサートになりましたが、午前10時から始めて今午後5時なんですけれども、全員の演奏が終了しました。本来はホールの大きなステージで行うはずだったんですが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大予防のためにホールでの開催は断念して、教室でご家族ごとの入れ替えコンサートに変更させていただきました。3月の休校が決まった時にピアノコンサートの中止は絶対嫌って言いながら帰っていく生徒たちの顔を思い浮かべると、とても悔しいお知らせになってしまいましたが、生徒の皆さん、お家の方にはご理解いただき本当にありがとうございました。お客様の人数を制限させていただいたり、マスクの除菌なども今回今日お願いしましたが、それにもご協力いただきありがとうございました。こんな時に音楽なんてっていう意見もあるかと思うんですが、私はこんな時だから音楽王であってほしいと思っています。で、本当の非常事態には残念ですが、音楽は全く役に立ちません。でも今生徒の皆さんがこの状況で、お家の方もこの状況の大変な中で音楽を生活の中で大切にしてくださる、その心の豊かさがあれば、どんなことでもこれから乗り越えていける力につながっていくんじゃないかなと思っています。私は昨年9月から児童養護施設のピアノレッスンをさせていただくご縁があって、200人近い子どもたちのほとんどが虐待から逃れるためにそこの施設で暮らしているというお話を聞いたときは驚きました。そこの子どもたちの、レッスンをしているのはほんの一部なんですけれども、子どもたちはみんな気さくに声をかけてくれる子たちばかりで、でもその子たちのレッスンをしていると、その子が施設に来た背景を持って、その時間何が私にできるんだろうということをいつも考えています。それはピアノ教室アンダンテの生徒の皆さんに対しても同じで、ピアノは脳の働きも良くなりますし、感性も豊かになるのはもちろんなんですが、ピアノを弾いて楽しかったから今日生きていてよかったって思ってもらえたらいいなと思っていますし、素敵な音楽に出会えたから、心が感動したから今日生きていてよかったって思えるような心が育つといいなと思ってレッスンをしています。今日もこの近い距離でのコンサートだったんですが、このディアパソンのグランドピアノの音色に感動していただいたり、お家の方がお子さん人の弾くピアノに合わせて一緒になって膝の上で弾いているっていうのを見て、今までのピアノコンサートでは私は見ることのできなかったものだったので、すごく私にとってもそうやって応援してくれるお家の方がいて、ご協力いつもいただいてるんだなっていうのが、改めて感謝の気持ちがいっぱいになりました。 でも今回この教室でのコンサートにしたことで、生徒の皆さん このモチベーションというか、この本番に向かっていく仕上げの段階がやっぱりもう少しだったなっていうところも反省点ではあるので、やっぱりステージで弾くっていう気持ちになるからこそ頑張れるっていうところもすごく大きいなっていうのも感じたので、また来年大きなステージでのピアノコンサートを予定していますので、みんなで感動していい音楽を作っていけるように頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。今思いつきで君の匂いでみんなと歌えなかったので、ちょっと歌ってみようかなと思って、ちょっと今声がちゃんと最後まで持つかどうかわからないんですが、歌ってみようと思うので、よかったらね、みんな歌ってみてください。